ビートークスをより深く知れる専門番組、ビートークスマガジン。独自取材の様子やオンラインサロン情報など、ここでしか見られないコンテンツも目白押し。逆光こまたゼロからチームを作るってことで、もちろんそこがすごい楽しみでここに来ましたし、でもちろん大変なことを承知の上で、はい、決断してきているので、まあ、本当充実しているかな。はい、勝つことにまずこだわる、まず勝ちにこだわってやるってことと、その支えてもらってる人たちに喜んでもらうこと、この2つが僕たちのゴールなので、まあ、そこは全然ブレずにやっていきたい。40分が戦い抜くっていうところでは、本当に選手たちよく頑張ってくれたと思います。まあ、ただ勝ちたかったですよね。昨日は久々に本当にお客さんに見せれるレベルの試合じゃないという話はしました。まあ、今日伝えたのは、意識とかその物事の捉え方とかっていうのは、誰かの影響は受けるけど、決断する、変えるっていう決めるのは自分自身だからね。一番大きいのはやっぱキューブしたことかな、パナソニック。それまで、まあ、企業スポーツ で当たり前のようにお給料いただいて、別に何て言うんですかね、その地域の皆さんに支えられてるとか会社に支えられてるって思ってましたけど、そこまで深く感じることがなかった。でそんな時にその、まあ、親会社の業績が悪化して職を失った時に、まあ、僕はこの仕事をもう辞めようと思って、で大学院に行って、だけどそこで佐古さんに声をかけていただいて、でゼロから作った広島のチームに入った時に、本当に何にもなかったので、はい、もう土台も何もない、本当に練習会場もないで、練習会場行ったら練習会場取れてなかったり、本当にすごい苦しい時代でしたけど、地域の皆さん本当に優しく支えてくれましたし、スポンサーの皆さんも支えてくれましたし、よく綺麗事で言ってるように聞こえる時ってあるじゃないですか。ファンの皆さんのために頑張りますとか、その地域の皆さんのためにって、でもそれを本当に行動で示さなきゃいけない、言動で示さなきゃいけないって思ってます僕は。もちろん勝つことって大事なことなんですけど、必ずお約束できることではない。ただ自分たちの試合を見て応援したいとか、また見たいとか、そういうふうに思ってもらえるプレーをする、パフォーマンスをする、ファンサービスをするっていうことはできると思うんですよ。だそれをまずやらなきゃいけない。でそのプラス、その付加価値として勝利というものを届けられたら、なおかつハッピーっていう考え方かなと思ってます。僕が千葉でやってて良かったなって感じるのは、ブレなかったこと。最初から最後まで同じことを言い続けた。だから千葉のチームは成熟したと思ってますし、成長したと思ってますし、またそれをね、やり方は違うと思いますけど、3円でもこのチームを成長させていきたいと思って。B1 の舞台で、まあ、プロをスタートしてからやっぱ目標だったので、まだ、まあ、まだ候補ですけど、叶ったっていうのはとりあえず嬉しいですし、まあ、自分の武器でもある、まあ、シュート、スリーポイントシュートのところでも、やっぱり、まあ、ホーバスヘッドコーチのところでは、まあ、シュート打つのが多分メインになってくると思うので、まあ、そういう面では、まあ、評価をされて呼ばれたのかなっていうのは思います。
シュートを打ち切ってくれるのが僕にとったら魅力かなと思います。まあ、やっぱり1本2本違うなって形で打って打てなくなっちゃう、次が打てなくなっちゃうっていうやつらいっぱいいるんですけど、やっぱり自分のスリーポイントが仕事っていうのが分かってて、それをちゃんと最後まで1試合通して打ってきてくれるので、本当にあのキャッチャーのシュートをかなり非凡なものを持ってると感じたので、まああとはもう本当シューターのメンタリティをつける、もう相手を打つ、自分の前にシュートのチャンスがあったら、間合いがあったらもう打つ、でそういうところをもう徹底して言い続けてきて、でまあ彼がシュートを打ち切れるようになってきた時に、シュートを打ち切れなかった時にどういうふうな判断をしていくかっていう話とかは、まあ彼としていて、あのいい経験だと思いますし、自信にもなると思いますし、はい、いろんなことを経験してまたあのこっちに帰ってきてほしいなと思っています。23、26ですもんね。はい、本当に出たいですね。今日緊張するんでとりあえず頑張らなきゃいけないんですけど、しかも代表となるととりあえずコミュニケーションをしっかり取っていかないといけないなっていうのもあるので、そこがあんまり自分人見知りしちゃうんで、はい、ちょっと自分からとりあえず挨拶、先輩たちに挨拶をしていこうかなと思って今考えてます、いろいろ。もうそれはもう京都の時にめっちゃ言われてましたね。あの今青森にいる相田圭介さんと自分がなんかその天然勝負みたいな感じになってて、で多分自分はまあ2番目ですね、多分2番目っていう自覚はあったんですね。2番目になっちゃいましたね。でなんか自分では分かんないんですけど、みんなに言われますね、天然だよねみたいな感じで。外しても考えず思い切って打つだけなんで、もうずっともう空いたら打てってもう小野さんにも言われてるので、そこはもうまあ信頼されてるのかなと思って、打たないと逆に怒られるというか、なんで打たなかったってなるので、そしてそう考えたらもうまあ思い切って打てるなって思いながらやってます。コウスケさんはやっぱマークが自分よりももうきつく疲れてるので、そういう面でのそのディフェンスのなんですか、オフボールの動きでディフェンスをどう剥がすかっていうところでの動きを教わったり、まあ教えてもらったりもしたので、そういう面ではそこを自分も意識しながら、カールするのか普通にもらいに行くのかとかっていうのをまあ意識しながらやってますね。高校も大学もそこまで多分自分も有名ではなかったので、けどまあプロになりたいっていう思いで頑張ってきて、まあ毎日頑張ってやっていればそのまあ代表にも入ることができるのかなっていう思いもありましたし、まあ目標にするならやっぱりもう日の丸を背負ってやりたいなと思ってたので、そういう面でこうチャンスをいただけたのはすごい嬉しいですね。Started on the 4th of July. We had all the fire, but oh, we had no money, and oh, it was a glorious time. Images they were flashing outside, and I can see the glint in your eyes. チームのやりたいことを、まあ、オンコートでは、まあ、覚えるためにとりあえず、まあ、映像を見たりとかしていましたし、まあ、オフコートは、まあ、選手に聞いたり話をして、まあ、コミュニケーションを取るようにしました。最初やっぱり覚えることもたくさんあってあれだったんで大変だったんですけど、まあ、そこからはまあ自分の、まあ、シュートが武器なので、そこは思い切って打ててるかなと思います。とりあえず後半戦、まあ、今負けが続いてるんですけど、やっぱ CS にもうチームとしても出たいと思ってますし、まあ、シューターとしてはやっぱりこうやっぱノーマークにしたら嫌だっていうか、こう
絶対決められるっていうふうに思われたいのもありますし、ディフェンスでも相手がこう疲れたら嫌だとか、こうマッチアップしたくないと思われるような、まあ、プレイヤーになりたいなと思ってます。どえらい引退セレモニーでいきましょうか。オンラインサロンでは編集前のノーカットインタビューを視聴できたり、メンバー限定の交流会に参加できます。ご覧の QR コードか YouTube 概要欄からご加入ください。日本代表のポイントガードにいるべき存在